星空の帰り道、雲行きが怪しい。満月も不機嫌で、君の表情わからない。そうちょっとした口喧嘩、今までもあったけど、今夜の僕はイライラしてて、ついに爆発したんだ。いつでもわがまま言い放題、なだめるのに疲れたし、超級すぎる言い方。なぜ君に合わせて自分を殺さなきゃいけない。全部夢のまま、恋が終わってしまえば楽なのに、100万回キスをしたことさえもちゃんと忘れられ。すぎる性格がタイプじゃなかったし、初めての印象はむしろ苦手だったかも。でもだから惹かれたんだろう。もう術界みたいに世話が焼けるって言いながら、きっと楽しかったんだ。みんなが見てるのに抱きついたり、泣き叫んで怒ったり、激しすぎる感情、そう受け止めることに疲れちゃったんだ。ごめん、全部夢だった。ハート目が覚めるように別れてたら、100万回後悔なんてしなかった。時計逆回転して、二人出会った頃の言いたいこと言ってたからの関係、戻るだけ。それとも現実かのその隙間で、僕たちは何も言わず歩いた。いつまでも夢のまま、恋が続くのならば幸せだね。100万回出会ったり別れたり、僕の想像上Oh, baby.